名古屋市西区にあるクッピーラムネを製造している拡大成果昭和25年の誕生以降幅広い世代に親しまれてきました酒造メーカーと作ったチューハイやスーパー銭湯と作ったかき氷など今までさまざまなところとコラボしてきた名古屋を代表する駄菓子です。 そんな中今年2月に発売されたのがこちらなんと1ヶ月で8万5,000袋を売り上げる大ヒットを記録しましたそれがこちらオレンジ黄色紫のカラフルな粒ですいつものと比べるとちょっと色が違うようですが。 何とコラボししたのでしょうか爽やかな酸味の梨にふわっと香る一軸そして濃厚な甘さの人参地元愛知県の農産物とコラボしたのです。 野菜をラムネにするってことは今までなくて結構人参特有ののの青臭さみたいいな感じのものが出ててししまいましてコラボラムネは通常の材料であるでんぷん水香料などにジュースや粉末を混ぜ砂糖やクエン酸で味を整えるのですが特に地元の人参は甘みが強く味のバランスを取るのが難しかったそうです。 酸味を加えるなど何度も試作してようやく完成人参にこだわったのには訳がありました野菜嫌いをゼロにしたいえ野菜嫌いの子供さんを地域からなくしたいという思いであえてお子さんが一番嫌いな人参を選んでみました その思いが届いたのか、子供の反応もよく、今回作った3つの味の中で人参が一番人気なんだそうです。どうやったらあの地元農産物を好きになってもらうのかということをですね。まだ今後も続けていきたいと思っております。